はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。え、昨日ですね、こちらのキャバリエですね、え紹介したわけなんですけれども、今日も最高の艶ヤ向きですね。もうようやくよ、もう動画でさ、昨日、えー、キャバリエ買いましたーっていうことを、えー、報告ね、皆様にできたので、ちょっとこっからね、ちょっと外で撮ったね、外とか、あとカフェとか、いろんなところで撮った、キャバリエさんの、めちゃくちゃね、 ね、素敵な写真。私がね、よだれ垂らすみたいな <laughs>。そういうね、私がジュルジュルするだけをね、写真をね、いろいろインスタグラムとかで上げていこうかなと思っております。もう、やばいでしょ、このね。ほんともう、私初コード版なんですよ。初コード版が、ほんとキャバリエさんでね、よかったですね。で、昨日言い忘れたかもしんないけど、キャバリエね、これコード版なんだけれども、あの、軽いんですよ。普通に軽くて、で、プラスでね、開きがいいと。 で、なんかライブをね、なんか足ほどライブを見返したら、やっぱり常時120度ぐらい、あのー、開く。 ようになってて、で、プラスで、あ、まあ、言ったっけリフィルのさ、あの、自重で、リフィルの重さでね、で、でもうこうやってパタンって開くようになるよってね、ライブでは言ってたんですけれども、本当に開きます。で、リなんだったら別にリフィルね、そこまで入れてなくても、普通に開くので、書きやすいっちゃ書きやすいと思います。結構、そのコード版とかさ、あと硬いね、ハードな革っていうのはさ、もう開くときにさ、もう最初、慣れない、慣れないっていうか、最初まだ馴染むまではさ、もうこんぐらいのさ、<laughs> こんぐらいしか 開かなかったりしてさ手でグーンで押さえたりとかしてえー、と写真撮る時とかもさなんかおもしを乗せたりとかしてねなんか文字みたいなやつを乗せてさ写真撮ったりとかするんですけれどもキャバリエースは別にそんな必要なくですねこのぐらいね普通に開きますねで本当そう馬側っていうね超贅沢な仕様なんでもしなんかご検討されてる方がいらっしゃったらあ、ぜひぜひねまあ在庫があるうちにいろいろ見てみてください、まあ、こういうさキャバリエーは別に普通の定番品だけどそのアッシュフォードの中ではハイエンドモデルと で、ハイエンドモデルって、私の中では別にそこまでで、ね、ポン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 再販されるかなっていう感じなんですよね <laughs>。普通に定番だから再販は普通にされるんだけれども、ただ多分、 うんそんなにポン,ポン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 頻度良くっていうよりかは、もうどっちかといってやっぱりオンライン一回売り切れたらやっぱり実店舗で見るしかねえみたいなね、感じになるか、かもしれないので、もし気になってる人がいたら実店舗にね、ぜひぜひ見に行ってみてください。キャバリエだったらね、手帳、システム手帳ね、アッシュフォードのシステム手帳を置いてるところであれば、まあハイエンドモデルとして入ってきてる可能性が非常に高いので、ちなみにね、丸の内の丸ンとかはね、 この、あのキャバリエ以外にもガルーシャもありました。ギャ、ガルーシャも、えー、っとね、色味結構揃ったと思うよ。まあ、ただ、あのね、目立たない。あの、通路のさ、あの、ショーケースの中に入ってるのね、通路の壁に埋め込まれたショーケースの中に入ってるから、そこにね、ネオフィナードの若葉とかもね、入ってたんですけれども、もう普通に通り過ぎちゃってて、あの、キャバリエを買った後に、あの、レジこう出て、あっ こんなとこにガルーシャあったんだっていうところにあったので、多分ね、気づかない人は気づかないでスルーしちゃうと思うので、ぜひぜひね、あの、丸の内丸禅とかね、近くの人は行ってみてください。これはキャバリエとね、あとそのガルーシャはね、丸の内丸禅だからあるっていう感じだと思います。あとあるとこ、どこ新宿の伊勢丹とかにあるかな。あと関東圏だったらね。まあ、そこら辺が一番そのラグジュアリー系というかさ、あの、そういうモデルとかが置きがちなので、 まあ行くんだとしたらこの丸の内丸善か新宿伊勢丹行くと売ってると思いますのでぜひぜひね見てみてくださいでねこの間ねその渋谷ロフト行ってきた時ね渋谷ロフトのねどっか書いたな渋谷ロフトのねキュリオさん あの、アッシュフォードのキュリオっていう、これまた可愛いモデルがあるんですよ。キュリオは、ま、外見はね、いろなんか、ダークブラウンとか、オレンジ系の色とか、赤とか黒とかってあって、で、内側がヌメのね、本当なん何も、んの、もう、まっさらヌメ側みたいなね、手帳があって、それめちゃくちゃ可愛いんですそのコントラストがすごい可愛くて、えっと、ミニロクバイブル h b × w a 5英語って出てるのか。で、その、これすごいコロンとしたね、ミニロクだとすごいコロンとした感じの手帳で、お値段もね、割ともう 本当に手に、手に入れやすいね、お値段設定なんですけれども、そちらはね、キュリオさんがね、渋谷ロフトのやつはね、信じられない経年変化してて <laughs>、こんな風になるのみたいなね。あの、日本橋の丸税にもね、キュリオあって、それもね、なかなかの経年変化してたんですけれども、多分、キュリオの経年変化だけで言ったら、渋谷のロフトはね、一番やべえですね。私が使ってるキュリオはね、 使ってたキュリオウは、えっ、ー、と、結構まあ、それなりに期間は使っていたんですけれども、まだね、全然綺麗なんだよ。その新商品と言っても、えー、過言ではないぐらいの表の中生地。 一時間なんですけれども、その渋谷ロフトにあったやつはね、もうめっちゃの繊維が潰れてるなぁ、みたいなね。結構艶が出てて、あ、キュリオってこんな経年変化するんだっていうね、感じでした。多分あれはもうキュリオってもう発売されて結構長いこと経つからで、余計にね、その年月がそうさせてるんですけれども、ぜひぜひね、興味ある人を、 と、あと渋谷ロフトね。あの行く用事があるよ。っていう人はね。アッシュフォードのそのキュリオのねえー、システム手帳を見てみてください。今ね、その b1 回降りて b1 回行って、あの普通に外からさ入って b1 階に入れるじゃん。b1 回行ってまあ、手帳システム手帳のコーナー自体は結構端の方に、ね、バーって固まってたりとかするので、そこでね。見てみてください。で、そこは渋谷ロフトはね。 あの、本革の手帳も売ってるんですけれども、例えばなんかキーワードとかさ、なんかそういう、えっ、ー、と、3000円台とかのね、えー、手帳とかもシステム手帳とかも売ってます。合皮の素材のシステム手帳も売ってますので、そこを行くと結構いろんな種類のね、やつ見れるかもしれない。最初からさ、その本革買うなかなかハードル高いと思うんで、えっ、ー、と、私はよく、そのなかなかね、その本革最初から行くの、 あかんっていう人は、えっ、ー、と、おすすめなやつは、えっ、ー、と、メモリストのね、システム手帳とかも最初からめちゃくちゃ可愛いし、で、今シンプルラインもね、ミニクサイズとかバイブが出たので、それがすごいおすすめっていうことと、あと、アッシュフォードのリフィルパッドとかもね、すごいおすすめだし、あとは普通にバインダー、リフィルを入れるバインダーだったら、プラスチックの素材で1000円以下で売ってるから、それで最初試してみるのもいいかもしれないですよっていうことは言ってるんですけれども、まあ、ちゃんとしたその手帳の形をしたものを買いたいけど、 えっと、価格ね、あっとできるだけ安くしたいということであれば、そういう、えー、なんだろうな、エントリーモデル的なね、手帳とかもあるので、合皮だけれども、あるので、そちらもね、合わせて見てみ、見てみてください。合皮のね、いいところはね、もう柄がね、入ってるものとかがあったりとかして、めちゃくちゃ可愛いのでね、それこそシンプルなラインもあるけれども、柄入ったラインとかもあります。あと、柄入ったやつって言えばさ、えー、っと、アッシュフォードとメモリストが、 数年前にコラボしたね、えー、トイパーティー、とモダン、外はモダングレースで、中がトイパーティーの柄っていうね、あモダングレースっていうのはアシュフォードからモダングレースっていうのが出てて、ちょっとこれはね、なんかちょっと書き、書きたいね <laughs>。えっと、トイパーティーとモダングレース、そのアシュフォードかける、ちょっと待ってね、ピューンってやって、えー、ちょっと固定しました。 アッシュフォード×メモリストね。いつだったっけな結構前だと思うけど、アッシュフォード×メモリストね。メモリストの、えっ、ー、と、外側がアッシュフォードのモダングレースね。モダグレで、内側がメモリストのトイパーティーっていう可愛い柄があるんですけれども、内側がトイパーティーになってるっていうすっごいレアなね、手帳があるんですよ。 形としてはもうモダグレなので、こういうね、フラップ式、フラップ式でここ、ここでパチンパチンって止めるタイプのやつなんですけれども、えっと、こっちが赤で、こっちがピンクか。 薄いピンクね、淡アイピンクなんですけれども、こういう感じの手帳があって、それね、あの、めちゃくちゃレアなのね。で、プラス、本側にそのトイパーティーの柄を印刷してあるっていう、もう超超超超手が込みすぎてる超激レア手帳なんですけれども、それがまだあったのよ。えっとね、ミニ6と、ミニ6との h b る w a 5があったのかな なんで、あの、ぜひね、丸の内丸善で、ええー、が近くにある人はね、見てみてください。あれはね、多分もうね、丸の内丸善でしか取り扱いないと思うよ、きっと。他で売ってるっていうのはなかなか聞いたことがないので、もしかしたら他の店舗にも、えっ、ー、と、幻の一冊みたいな感じあるかもしれないんですけれども、これは本当にね、幻中の幻なので、モダングレースのその外見ね、側のね、感じが好きだよっていう人は、こういう手帳もあるよっていうことで、まあ、確かに、その、もう普通のモダンレース グレース普通に売ってるモダングレースよりも手が込みすぎているので価格の設定は多分ね全然上がると思うんですけれどもそれでもねこれはね希少な手帳です私も h b る w a 5のトイパーティーのねあのこのメモリストケアッシュフォードの手帳を持ってるんですけどミニ6はミニ6でめっちゃ可愛いからぜひぜひ見てほしいものですねで今日言いたいことはあ今日あれだね3月9日サンキューの日ですねっていうことで皆様今日を見てくださり ありがとうございます。<laughs> お礼を言いながら普通に押すっていうね。で、えー、っと、今日言いたいこと、最初の言いたいことはそんぐらいかな。渋谷ロフトの距離の経年変化すごいっていうことと、丸、丸の内日本橋の、日本橋まあ、丸の内日本橋ってんだろうな。<laughs> 日本橋丸善の手帳の経年変化やばいっていうことと、まあ、手帳のね、そのサンプル数だったらね、日本橋丸善マジですごいので、 それ見てほしいですね。言葉硬すぎ。あ、そうだ。今日ね、あとね。あの、もうさ、天気がさ。おそらくいいのよ。きっとね。 すげえガスってるけど、外 <laughs>。ガスってるけれども、今日ね、天気がいいらしいし、プラス暖かいそうなので、昨日もチャリでさ、あの、K3 乗ってね、あの、私はダホンの K3 っていう、めちゃくちゃ可愛い折りたたみの自転車に乗ってるんですけれども、その K3 乗りながら、わ、めっちゃ気持ちいい天気やなと思いながらね、この海沿いの海岸線を走ってたのね。もう、そしたらさ、これ、 休みの日は外で手帳タイムもうできるなって思って今までさその寒すぎてねもう今2月とかって北風やばい吹,吹いたりするじゃんだからもう寒すぎて外で手帳タイムできる場所はね結構あるんだけれどもただそれをやろうってう勇気がなくてもう寒すぎてなかったんだけれども今この20度ぐらいまで上がってくるとさまあ話は変わってくるしで花粉の飛ぶ量も、ね、だんだん減ってきたのでなんでちょっと外で手帳タイムしようかなと思ってね今日はねあのー、午前中はね 外行こうと思っております。でさそうなのよ。昨日多分 youtube では行ってなかったけれども、えっ、ー、と短、ね、歌のね。短歌をね。めちゃくちゃ勉強したくて、短歌の本を買ってきたので。 これもね、すごい面白そうで、めっちゃ面白そう。フルカラーで、あの、どんな風に、あ、ここに書いてあるけれども、テーマの探し方、遂行のテクニック、表現のコツみたいなね、感じで、えっ、ー、と、本当に初めて短歌作る人向けの、ね、やつですあ。例えば、あの、初めのページとかは、この絵を見て、自分が目についたことを、この絵を見て、目についたその単語をこう書いてみましょう、みたいな。多分、そっから、あのー、何 あ自分のさ、着眼点みたいな、見方みたいな。それってさ、一枚の絵を見たとしても、 一枚の絵とか一枚の写真見たとしても、人、一人は花に、花が気になる。一人は人が気になるみたいなさ、そんな感じでさ、着眼点っていっぱいあるじゃん。だそういう、えっ、ー、と、ね、基本から上達のコツまでということで、そういうなんか、はい、を初めて作る人向けの、すっごいね、なんかね、私が今、あのー、見てきた中で、見てきた中では結構かなり丁寧にね、解説してくれてるなと思うので、これをね、ちょっと買ってきました。これは1540円ですね。安いよね、本当 でね。<laughs> だってさそれでさ短歌のさなんか基礎的なさあの文法とかさなんかテクニック的なものをさ学べて1,500円って安くねだってさセミナーとかそうなの行ったらさ今結構な値段取られちゃうじゃんきっと <laughs>。なんでちょっとねこの本買ってきてで私はもうそうやってね行動し始めると気が早い人間なので短歌文法辞典も買ってきました <laughs>。これも超面白いこれもめっちゃ面白いこれもあのー、その形容詞とか助,助動詞。 全部ね、こう、こんな感じで、まあ、詳しくはね、見せられないですけれども、買ってちょっとて感じなんですけれども、こんな感じで、いろいろその文法がね、書いてあるので、私はね、この、こう。 まあ古典的なね、文法とか、結構弱いので、そういうの勉強で勉強しつつやれたらいいなと思ってね、えー、ちょっと買ってきました。短、ま、歌、あのさ、歌集とかだとさ、あの、いろいろ買ったりとかもするんだけれども、ただ言うてね、自分でこの創作したいとかさ、そう思ったことって今までなかったから、その、やっぱり読む、読むものを楽しむものだったんで、それをね、自分からちょっと作りたいなって思ったのは、えっ、ー、と、この間、つい1週間ぐらい前なんで、えー、で、ちょうどね、丸善に行く機会があったので、えー、この短歌のね、 本を買ってきました田舎だとねなかなかねととか俳句とかそういういいののってなななかかなよそれこそなんか美文字とかね写経とかねそういうのはさおじいちゃんおばあちゃんが多い土地に住んでるとめちゃくちゃあるんですけれども単価分布ほんとなくって多分あの回転率がさそんなによくないからだと思うんですけれどもうーん今回ね丸善に行く機会があったのでこちらをね買ってきましたということで今日はね外で手帳タイムしつつこのお勉強をねしようかなと思って ておりますということでじゃあ今日は最初何やりましょうかね最初あれだね中身あんまり紹介してなかったっけあのビタリータの時は中身ね紹介したと思うんですけれどもちょっとロックを解除しますねえっ、ー、とロックを解除しましてこちらの、えー、キャバリエさんになってから中身ね まあそこまでね変わってはいないんですけれども、ピントが合わなかった <laughs> いや。そこまで変わってないんですけれども、一応今現在の中身ですね、それを紹介したいなと思います。もう綺麗でしょもう綺麗しか出てこないよね。で、えっ、ー、と、こうね、開きまして、ちょっと1.2になってるな。よいしょ。こんな感じか。 で、開きまして、最初は、プロッターのこのプロテクターが入っております。で、プロテクターに関してはね、別にね、これはね、入れる、入れないは個人の自由です。で、プロテクターは、そのなんかメリットとしてね、まあ、例えば、最初にさ、このさ、リフィルをさ、パンって入れちゃうとね、ここに1枚目にリフィルパンって入れると、こう閉じた時に、例えばインクが乾いてなくて、ここに汚れが移るとかね、その汚れ防止の役割があるっていうのと、あとリフィルの巻き込み防止 と言ただ、あの、リフィルのね、巻き込み防止はね、多分ね、この普通に入れるぐらいだったら、そんなに巻き込むことってないので、私の場合はこのプロテクター入れる理由の大きな、 理由としては、えっ、ー、と、最初に、1ページ目開いた時にね、自分がテンションが上がるステッカーとかいろいろ貼ることによって、ワクワクをね、えっ、ー、と、開いた瞬間からね、自分に届けたいということで、このプロテクターをね、使っております。プロテクターに関しては、えー、各メーカーによってね、色付きであったりとか、あの、アッシュフォードだとネイビーで、アッシュフォードっていうロゴが入ってて、1枚入り、硬いやつ、めっちゃ硬いやつが1枚入っております。 で、他のメーカーは割とこの、1枚、2枚ってね。1枚、2枚の、この2枚入りなものが多いです。プロッターはこの黒でしょで、あとノックスだと赤とかね、青とか、えー、あると思います、あ。素材とかも全然違うから、それもね、えっ、ー、と、合わせて見てみてほしいんですけれども。あとダ、ダヴィンチだったら、ダヴィンチミニ6で、プロテクター出してたっけなバイブルサイズだとさ、すごい透明、透明だっていうか、なんか白い、なんか、 白いさ。 えっと、に、白く濁ったようなね、あの、ガラス、ガラスの <laughs>、なんでいう表現が難しいんだけれども、とりあえずなんか、こう、内側がね、透けるようなね、素材のハードな、えっ、ー、と、プロテクターが打てたりとかするんですけど、ミニ色がちょっとあったかどうかは定かではないですね。まあ、あとりあえず、プロテクターは別にね、これメーカーから出してる、こういうものを使わなくても、まあ、例えば、あの、自分でさ、ラミネーターとかあるんだったら、こういうサイズにさ、なんか、ポストカードとかいろんなのね、カードとか、なんか、ブロマイドとかね、いろいろ切って、それ これをさ、ラミネートして、そこに穴パンして、プロテクター代わりにしてもいいし、これも本ほんと自由ですね。もう入れるも入れないもね、自分で自作するも何でもありなんで、これも自由ですと。で、私はそのさ、ほんとはさ、ここにね、ここにペンホルダー入れてるんで、この表のプロテクター絶対必要ないんですけれども、一応入ってます <laughs>。こうね、神戸限定海側とかね <laughs>。そうやって言うんでしょで、これはね、多分ね、フォロワーさんからもらったやつですね。 で、次がトゥードゥーリストですね。ノックスのトゥードゥーリストが入っております。あ、この間さ、このさ、ペンホルダーをどこに入れるか問題ね、えー。どこに入れた、入れるのが正解なんですかっていうね、質問もいただいたんですけれども、それもね、正解はないですね。えー、私はだいこういう最初に入れることが多いです。なぜかっていうと、この右側をこう書くときにね、書くときにペンホルダーがさ、後ろの方に入っているとさ、そこのペンホルダーの部分がね、こういう、ここに当たるので、側面に当たるので、邪魔だなっていうことで、最初のページに入れて ておりますあとはあとなんかここにさペンホルダー本体のペンホルダーあるけれどもそこにペン入れる人はやっぱりあの最初の方に入れないとペンとペン同士がゴツ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 干渉してね傷ついちゃう可能性があるのでなのでこれはね、まあ、自分の。 その手帳のね、リング系にもね、よるし、えっ、ー、と、中身どんだけ入ってるかにもよるし、ペンを何本挟みたいのかにもよるんですけれども、自分が一番心地よく使える位置をね、えー、実験的にいろいろ試してみてください。もうシステム手帳のいいところはもうリングパペってやれば、普通に自分が好きなところにこうカスタムして入れられるところが醍醐味であるので、で、そこはもうね、自分の好きな位置っていうのがね、えー、あると思うんであの、見つけてみてください。まあ、手帳にもよるよ、リング系にもよりますけれども、えー 見つけて,みてくださいで、最初こういうペンホルダー開くと、えー、ノックスのこのトゥードゥーリストが入っております。このノックスのトゥードゥーリストに関しては、もう結構自由ですね。ただ、まあ一日やっぱり一枚で使ってるかな。ここから出ないようにしております。まあ言うてね、私そこまでその一日のタスクって全然抱えてるわけじゃないから、あんまりね、あのギチギチに書くことはないし、で見て、ここなんてさ、キャバリエのさ <laughs>、キャバリエメモしか貼ってないしさ <laughs>。 こんな感じで、えーっとね、あ、ここら辺とか。あ、そうだよ。ね、言い忘れてた。昨日夜のインスタグラムでも言おうと思ったのに言い忘れてたよ。あのね、メモリストからね、ミニロクのはね、新しいリフィルが出るのよ。それがね、めっちゃ可愛いから、ちょっとみ、見て。 あの、私は絶対に買うんで、もし、あの、迷ってる方いたらね、あの、私が確実にレビューをするので、レビューするのでっていうか、ほぼほぼ多分全種類買うと思うから、えっ、ー、と、それをね、ちょっと待っててほしいんですけれども、えっ、ー、とね、3月10日にね、発売されます。M6 のリフィルで、今、メモリストの、えー、サイトに行くと、このリフィルね、どんな感じかっていうのは、ページに飛ぶことはできます。会話はしないよ。発売前だから、会話はしないんですけれども、ページに飛んで、こう、ズーンって、 ズームして、えっ、ー、と、どんな感じかはね、全部見ることができるので、それはね、ちょっとね、見てほしい。あの、私はとりあえず買うので、もし迷ってる人いたら、ちょっとそのね、あの、レビューをね、待って買うっていうのもいいかもしれないんですけれども、ただ言うてね、多分初回投入分がさ、売り切れちゃったりとかっていうのも、あ、なきにしまあらずだから、まあ、それはちょっとメモリストのインスタグラムをね、ぜひぜひ見てみてください。多分ね、森本さん、メモリストのね、えー、っと、 あの、CEO の森本さんの、えー、アカウントとか見ると、多分もうすでに、ね、使ったような、あの、リフィルがね、映ってたりとかするんですけれども、非常にね、やっぱりね、メモリスターね、なんかそういうね、なんだろう、オリジナルのリフィルに関してはね、めちゃくちゃ素敵なものをね、作って、 くださるんですよ。他にね、全然ないようなフォーマットとか、すごいなんか考え抜かれたね。よくそんなアイディア浮かぶなっていうぐらい、本当にね、わーってもう感動するぐらいね。えっ、ー、と、いろんなフォーマットを出してくれてるので、で、私はそのミニ力のね、新しく発売されるリフィル、あとメモリストからね、なんとね、あの、グリッドのリフィルとかも出るのよ。今までメモリストリフィルってカラーリフィルに、えっ、ー、と、き 金のゴールド印刷、ゴールドインジが入った絵が入ったね、えー、リフィルとかがあったんですけれども、多分今回のそのシンプルなライン、ディオシリーズが発売したじゃないですか。なんでそのディオシリーズをシンプルなラインに合わせて、シンプルなね、リフィルをね、今回ね、えー、いくつだったっけな ?5、6パターンかなえっ、ー、と、入荷するので、3月とかに、ね、発売するので、それもね、ちょっとね、ぜひぜひチェックしてみてください。私は絶対に買います。で、これ大きいね、えっ、ー、と、えー、ミニロクのさ、えー、メモリストのカラーリフィルも ね、えー、ゲットしたいなと思っております。ようやく言えたよ。もうこれが言いたかったのよ。で、えー、次ね。このノックスのリフィルの次が予祝のページ。これがメモリストのリフィルですね。メモリストのこれ、恐竜さんの、こうやって横にしてね、使うタイプのものになっております。このゴールドインジーがさ、キラキラしてるのがちょっとわかりますでしょうか多分わかるよね。これね、ピカーンってしてるのがね。こういう可愛い、えー、っと、色、可愛い柄。 素敵なね、ユニセックスで使えるものもあります。なんで、そういうね、リフィルもあるので、ぜひぜひ見てみてください。だからもうほんと楽しみでしょうがないのよ。超楽しみ。 で、これは予宿のページなので、これは大体ね、朝書くことが多いですね。で、予宿とか毎倍とかね、そういう言い方がね、されますけれども、それに関してはね、もういろんな本が出ております。ただ、私がきっかけになった、えっ、ー、と、予宿の本は、翡翠光太郎さんの、なんか赤い表紙のね、本がきっかけで、こういうのをつけるようになったんですけれども、まあ予宿のいいところは、もう最初にね、その朝の段階、た朝か、もしくは、 その昨、さっいや、寝る前だね。寝る前に、明日のこと、明日の予習をしてもいいし、私はだいたい朝ね、今日の予習ということで、えっ、ー、と、ページをね、設けるんですけれども、本日の予習みたいなね。これ渋谷に行った時、渋谷っていうか、あの、東京行った時ね。 東京行く日の朝に書いた、えー、予宿なんですけれども、キャバリエあったーっていうね、しかもいい感じの私好みの刷毛染めの具合でね、あとなんか行くところすべて心地よくショッピングできたな、混んでなかったしありがとうございますっていうことを最初に書いておくの、ね。でもそうするとね、なぜか知んないけどね、結構その通りになったりとかね、あとちらほらねコメントでもいただくんですけれども、なんか予宿や,やるようになってから、なんかその物事がね、結構スムーズに行くようになったとかね、そういう お話もね聞いたりとかするので、これはね、結構ね、効果てきめんな人には効果てきめんなのかもしんない。で、えっ、ー、と、なんでそうなるかっていうと、うん、多分ね、その朝、そういうね、自分のフォーカスするところが決まるわけじゃん。例えば、そのキャバリーあったもそうだし、ここの中だったらさ、行くところすべて心地よくショッピングできた混んでなかったとかね、そういうことを書くことによって、なんか自分が想像してたより全然混んでないじゃんっていうポジティブ解釈がね、多分ね、 ここに書いちゃったからさ、書いたことによって、ポジティブ変換が多分上手くなると思うんだよね。言うて、あの、ここに何にも書いてなくて、皿の状態で行ったら、まあまあ、このぐらいの人いるよね、みたいな感じで終わると思うんですけれども、自分がここでめちゃくちゃ混んでるところをもうさ、想像しちゃってるから、想像して、想像した中で、いや、でも意外と、あの、なんかスムーズに買い物できたとか、書くと、書く、書 書いておくとさ、もうその自分の想像よりもさ、ちょっとね、その何、人が全然いないだけで、え、なんでこんな空いてんのみたいなさ、感じ感動できたりとかするから、だから予宿の効果っていうのはなんかそういうところにね、あるんじゃないかなと思います。あらかじめなんかそういう、えっ、ー、と、自分がこうなったらいいなとかさ、こうだといいです、みたいな感じのものを、えー、妄想しておくことによって、そこにフォーカスをね、えー、当てがちになると。そこにフォーカスを自然に当てるようになると。で、それで、結果として、おなんかこれ通りに、 なったな、みたいなね。結果がついてくるっていうことが結構ね、私はね、かなりあります。でもうかん、めっちゃくちゃある。それ日常判事であるので。なんで、この予祝とか、前祝いとか、いろんなまあ言い方はありますけれども、えっ、ー、と、いろんな方がいろんな本出してらっしゃるので、自分に合ったね、本をね、見つけてみてください。まあ、なかなかここら辺とかになるとね、スピ関係の本とか充実してある本屋さんとかじゃないと、なかなかちょっと見つけられないかもしれないんですけれども、私はもひすりう、翡�幸太郎さんのやつはおすすめですね。あと とね、あっと、もう一冊ぐらいあったかな。それちょっと、ね、ごめん、名前忘れちゃった <laughs>。忘れちゃったけれども、とりあえずね、興味ある人は見てみてください。あと、ここ。 このヨシクの感謝録のページが終わった、その次ね、次はこのノックスのね、このリーガルパッドメモですよ。もうこれはね、もう私はね、好き好きで離れられないっていうね、リフィルになっております。で、今あの、私はですね、インデックスリフィルっていうのは全然入れてないです。インデックスリフィル自体はさ、この間も買ってきてるけれども、こういうね、インデックスリフィルって何かっていうと、これです。 これね、買ってきてるけれども、中に入れてはいないです。というのも、今ね、結構カラーリフィルとかでさ、分けちゃってるから、例えば感謝ログよしくはこれで、えー、っと、トゥードゥーリストなんてさ、もうフォーマットがガチガチに決まってるからも、もう、もう見ればわかるって感じじゃん。で、このリーガルパッドメモね、ライフログとして使ってるリーガルパッドメモも、もこれ青色でさ、めちゃくちゃ目立つし、で、次のさ、このね、えー、っと、アシュフォードの、この、 日付入りの曜日自分で、ね、こうやって丸で塗ったりとかするね。このリフィルに関してもフォーマットは決まってるやつなんで、あんまりね、その似通ったリフィルを入れてないのよ。例えばさ、その読書記録と映画記録を、 メーカーは違うけど、方眼とかで、えっと、まとめてる人はさ、それはなんか、やっぱり、こう、パッと見ね、パッと見同じ方眼だからさ、ちょっとわからないから、カテゴリーをぶっ刺すみたいなね、カテゴリーのこのリフィルをね、ぶっ刺すっていうね、使い方あると思うんですけれども、私の場合今、カラーリフィルでほとんど分けちゃってて、フォーマットもガチガチに決まってるやつをね、使ってたりとかするので、なんで、あの、見りゃわかるので、インデックス全然つけてないっていう感じですね。あと、プラスね、あの、このキャバリエとかもそうだし、 これ、私の感覚よ。私の感覚なんですけれども、キャバリエとか、あとは、 あのー、うーんとね、あと、温泉とかもそうかな。だからそういうね、もう見た目からして、麗しいというか、美しいというか、この外観を損ねたくない感じのやつ。それに関してはね、あんまりインデックス畑は全然刺さないですね。見て。超シンプルでしょ。<laughs> もう、ビタリータさんとかさ、あとなんか結構カジュアルにね、めちゃくちゃ使いたいものに関しては、そのもう、付箋とかさ、付箋だらけにしたりとか、インデックスだらけにして、もう、自分が今日もめちゃくちゃ生活しました感をね、出したい ですけれどもこっちのねキャバリエさんに関しては全然ねあのインデックスやるとしてもほんとちょっぴりしか出ないインデックスをね使いたいなと思っております。こっから出ないですね。この側から出ないインデックスをね使おうかなと思っております。もし使うとしてもねこんな感じでね昨日もだって3月9日ここから始まってはいここと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 ,こことって感じで結構ね毎日日日々書いたりとかするのでね あ、昨日ね、インストゥーメンタルおすすめ曲ね、あの、フォロワーさんから質問いただいたのよ。なんか気分が落ち込んだ時とかに、自分のそのフィーリングに合う曲がね、わからないから、竹町さん何聴いてますかっていう質問いただいて、私はよく、あの、その、何、歌詞がないやつ、本当音楽だけのね、やつとか聞いたりとかするんで、それかなーって思って、おすすめ曲を上げようとしたんですけれども、あの、ね、なんとね、おすすめ曲ね、私、すっごいヘビロテで聴いてるの2曲ぐらいしかなくって、その他はね、 自分考えたのね。もし気分が落ち込んだ時、私あんまり落ち込むっていうこと自体がないからさ、ないから、あの、意識したことなかったんですけれども、こうなんか仕事とかさ、あとまあプライベートとかでもそうだけれども、なんか落ち込むってことはなくてもさ、例えば、ええー、みたいなさ、感じに思う時はまああるじゃん。あるけれども、そういう時は何聞くかっていうと、私逆にね、あの、めっちゃハードなね、やつ聞いちゃうのよ。あの、例えば、 人間室の針の山とかさ、スリップノットとかさ、<laughs> そういうの聞いちゃうからさ、なんで、あんまりね、なんかそのフィーリングに合う曲って何だろうって考えた時に、ちょっと改めてね、考えなきゃいけなくて、ここにち,ょちゃんとね、落ち着いて聴きたい曲、何もせず聴くだけっていうね、えっ、ー、と、項目を設けて、これインスタグラムに全部上げてあります。ここにね、載ってるやつね、割とそのトーンがさ、 っと、ちょっとスロー、スローテンポだったりとか、あとダウナー系だったりね。そういうなんか曲なので、ここら辺にね、書いたやつはね、あの、めちゃくちゃおすすめですね。うん。なんで、あの、インスタグラム興味がある人は、インスタグラムをね、見てみてください。私のね、おすすめ曲はね、あの、そのインスタグラム見て、見て、こううズーンってね、まあ、多分ズームしなくても多分見れると思うけれども、そのコメントでね、私がコメントいろいろ書いてるんですけど、そのコメントがね、2行以上、3行ぐらいになってるやつはね、すぐおすすめの曲ですね。 うん。っていう感じで。<laughs> めちゃくちゃね、こうね、ライフログにしてもさ、もういろいろ書きすぎてるからさ、あとこれお菓子のさ、カンカンに入ってたさ、お菓子の、何、遠隔みたいなね、どんなお菓子入ってますよっていうね、やつを挟んだりとか、これはもう、そのリーフレット、パンフレット自体に、えーと、普通に穴パンして、こう挟んでおります。んで、あとは、えーと、こちらのアッシュフォードね、こちらね。 で、ここら辺はね、今ね、なぎなたの、なぎなたとのね、えっ、ー、と、万年筆をちょっとお借りしてたりするんで、あ、万年筆はね、あの、貸し借りとかを普通はするもんじゃないんですよ。私は、これはね、あの、私の万年筆師匠というか万年筆先生から借りてるので、その人は、もう自分で修理とかもなんてうも、あの、こうね、いろいろできるから、あの、貸してくれてるだけであって、普通は、この万年筆の貸し借りってのは本当ごはっとなんで、っていうのも、なんでかっていうと、自分のさ、やっぱ書き癖がついてるものをさ、人に貸しちゃうと、まあ、 一角とかさ、そのぐらいだったらさ、そんなね、癖ゴリゴリにつくことはないけれども、ただやっぱり自分の癖がついてる万年筆を人に貸すと、その癖が崩壊される危険性がた高まるし。<laughs> でもね、もう万年筆で人に貸さないとかで調べていただくと、あの、人にか、貸さない方がいい理由がザラーって出てくると思うんで、そこらね、見てみてください。カジュアルなさ、スチールのペン先とかだったらまだしもさ、近辺とかはね、なじと思うよ、きっとね。で、これは、まあ、日記とかね、ま、いろいろ思ったことを書いております。あ、そうなの昨日さ、 あのー、朝ね、昨日の朝ね、あ、じゃ、仕事帰りに、いつもの神社さん行って、最近なんかそそのやっぱりひらめきとかね、インスピレーションとかね、あと新たな出会いとかね、いろいろあったし、それもなんかめっちゃありがたい出来事だったなと思って、それを報告しに行こうと思って、仕事帰りに神社さんにさ、行ったのに、チャリンコ乗って、そしたらさ、先客がいたのね。その神社って、ほんとなんかもう、ほんとその土地のさ、うぶすながみみたいな感じで、 え私がさ、よくさ、子供の頃とかにめっちゃ遊んでた神社さんなんですけれども、そこまでね、なんか別めちゃくちゃ人が来るっていうあれじゃないのね。で、そしたらもう行ったらさ、行って、チャリンコをさ、桜の木の下に止めたらさ、人がいて、えと思って、じゃあこの人がちょっと終わるまで待ってようと思って、その神社が、え、神社がっていうかそのお社がね、えっと、ちょっと、ちょっとした階段を登った先にあってさ、スペース自体がすごい狭いのよ。なんで、あの、お参りしてるひ、 人はやっぱりそこに一人、一人二人ぐらいしかね、あの、入れないぐらいの狭いスペースだからさ、ちょっと待ってようと思って、チャリーでさ、こういろいろね、チャリをさ、眺めてるふりしてこういう待ったら、こんにちはーって声かけられて、見たらさ、男の子なの。ほんと多分小学校3、4年生ぐらいの男の子で、えっ、この子がお参りしてたのと思って、しかも私、 めちゃくちゃさ、まあ、自分で言うのもあれなんですけれども、結構治安悪い格好してたのよ。あの、普通に帽子ね、キャップに <laughs>、ゴルフキャップみたいなやつに、めちゃくちゃバチバチのサングラスして、すっごい派手な格好してたから、だからもう、話しかけ、この状態の自分に話しかけられたこと自体もすごい驚きだし、で、その声かけてきた、こんにちはって言ってきた子が、3、4年生ぐらいの男の子だったってこともうすっごいびっくりしちゃって、あ こ、こんにちはみたいなね <laughs>。人見知りマックスみたいなさ、感じでさ、なんか声、あの、普通に返答しちゃって。 で、あ、なんかこんな男の子でなんか人情お参りするの何やってたんだろうなと思いながら、自分は自分でその報告とかね、いろいろ神様今日も元気かいみたいな話したいから <laughs>、話したいから、いろいろなんかね、こう、わーってわーって、まあ2、3分ぐらいね、そこのお参りしてたわけなんですけれども、帰り際はね、多分その男の子もさ、この人何をやるんだろうみたいな気になったらしくて、なんかちょっとね、あの角っこの方でね、なんか見てたらしくて、で、お互いに、その、あっと思って、えしして、お互いにえしゃくして帰るっていう。 <laughs> 謎の出会いがありましたでもこういうさ、出会いとかもさ、ありがたい話じゃん。だって普通に生活しててさ、そんなちっちゃい男の子とさ、自分なんか別にさ、子供いるわけでもなんでもないから、そんなちっちゃい男の子と、あの、声を、あの、何 会話するっていうきっかけもさ、全然ないからさ、本当にびっくりしましたね。多分もしかしたら、まあ、多分あの子あ、どこの子かも全然わかんない。どこの子かもわかんないけれども、そういうね、素敵な出会いがあったっていうことをね、昨日はここに書いております。まあそういう、 日常にあった出来事とか考えたこととかを好きにね、ここに書くようにしております。いろいろね、話が長くなっちゃったからもう34分待ってますが。でここ、あとはここら辺はね、メモページですね。メモページでしょ。あと、モえリバちゃんと入れたでしょ。あと、ここら辺はちょっとプライベートなリフィルとかを挟みたい日がいつか来るかもしんないから、一応このね、プロッターのリフィルを入れております。 で、これ、プロテクターで終わりで、ここはフレームマンスリーをこのポッケのところにね、挟んでおりますと。まあ、そんな感じで、キャバリエさんの今の中身はこんな感じですね。ただ、まあ、あんまりね、大きくね、この後使っていくにつれて、カテゴリー自体はね、そんな大きく変わることはないと思います、おそらく。まあ、ただ、なんかその映画のさ、ログとかね、 読書のログとかね、そういうものに関しては、あの、昔買った趣味と、趣味特化したリフィルがあったりとかするので、それは使うかもしれないけれども、大きくね、変化はね、しないと思います。ということで、今日は、えーと、この後ね、飯食って。 で普通になんかまあ顔整えて <laughs>、顔作って、で、チャリンコに乗ってね、外でね、手帳タイムをしたいなと思っております。はい。ではね、えー、今日はサンキューの日ですね。皆様今日も見てくださりありがとうございました。感謝しております。ということで、また明日お会いしましょう。バイチャー